難波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ桐生さんの方はひとまず安心ですね。へえ、しかし参ったな。茜さんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも茜さんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方にはなんか反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろそれって。上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。じゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかせたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。で、この先どうするよ。茜さんを探すあては。茜さんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ、俺いまいちあんたら大道寺一派ってのを信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ、ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアって言うと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、大体その目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど、病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする、春日？養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな、
前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな、明日に備えて今日は休もうぜ。ああ。パレカナの奴らだ。
こんなんじゃ茜さんたち探してるどころじゃねえぞ。たく、病の縄張りなんてお構いなしか。しゃあねえ、やるしかねえか。峠にだわ、かかってきやがれ。よし、よし、止まんねえ。任せといて。俺の番だ。俺の番だな。全力で行くよ。止まんねえ。思い通りにはいかねえな。おれ。ありがとう。よし、やめろ。運そったらごめん。ふっ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 。受けてみな。みんな死ぬなよ。回復だ。行くぜ。いや、やだ、やめてよ。ガツンと行くぜ。命を大事に。これで強烈すぎ。すっきり。お茶にしましょう。ちょっと休憩。調子がいいぜ。行くか。おれ。ありがとう。すっきりして、私の出番か。行くぜ、行くよ。任せといて。ありがとうよ。よし、やるぞ。次行け。これで終わりか。いや、まだだぜ。まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな、俺に残りの力貸してくれるか。何くっちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。
頭かち割るぞ、ほら。よっしゃ、行くぜ。ほら、来いよ。かかってきな。何？来ない。行くぜ、みんな。おお、俺たちの絆、見せてやるよ。はっ、よし、これで全部か。あんたら店前で何やってんだい。え、あ、おばちゃん、ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実はおばちゃんに用があって。私にゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです、おばちゃん。知らねえからって。半月くらい前、この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もホロロだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとらにはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。おい、ありがとうよ。おう、ありがとうよ。なあ、お、ありがとうよ。
え？ん？はあ。ブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに荒瀬さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。おお踊れだ。人んちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ。はよ出てかんとぶち殺す。あいつ啖呵切るのだけは声でかくていいよな。病出て行けっつっただろう。キリュウはどうした？まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今キリュウさんのこと心配してたの。お前はユーモアのセンスがあるな。 No! Come on!もしかして助けてくれるの？え、嘘。ちょっとマジか。へへ、こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っ取ります。口だけだったら分かってんだろうな。へへ。おっしゃ。俺らも負けてらんねえな。行くぞ。別想活着回去。さっさと始めようぜ。俺の島で暴れた空き地、覚悟はできてんだ。時間を止めろ。よし。俺の番だな。俺の番だ。ほら来いよ。かかってきな。さてと。頼むぜ。爆発かよらおい。ビビってんのか。うるせえ。お前のためにやったんじゃねえ。ビビってんのか。おれ。ありがとうよ。私の出番です。You think I'm stupid? Hey! Asha!
一等しな。敵に回すと厄介だけど、味方につくと楽しいね。私の出番。ヤン、はい、俺の番だな。俺の番だ。潰してやる。よし、コツつかめたんじゃねえか。また成長しちゃった。また強くなっちゃう。これが俺の真骨頂よ。助かったぜ、病。俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、病。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ。カスナ？ん？俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ、バラクーダからも頑丈からも狙われて、まあ大ピンチだ。でも茜さんとラニを連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい。ああ、おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった。それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのに、そうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃ、うちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい。ちょっと一番だぞ。俺親父が誰にビビるってんじゃ。つまんねえ挑発だな。
ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父、言わせといてええんですか。てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああ、もうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ、行くぜ。全力で俺たちを潰しに来てる。愉快だ。ここで蹴りつけようぜ。よし。次もよろしく。
これで全力で調子がいいぜ。おりゃおりゃ死ね俺だ。楽しいな。これで終わりだ。任せといて。よいって。命を大事に回復だ。行くぜ行くぜ。気に入ったぜお前ら。目かつらけ。私の出番。
ほら、うっちゃおしいな。もらった。ありがとうよ。ありがとう。ありがとう。楽しいな。どこだ。全力で行くぜ。よし、やっとこれよ。こんなとこでくたばってられっかよ。で終わりだ。ほら来いよ。ほら、俺の番だな。次は俺だ。楽しいな。こいつが痛えぞ。あっガツンと行くぜ。みんな死ぬなよ。回復だ。ミスったらごめんね。はい、ありがとう。いつでも行くぜ。はい、やりました。ありがとうよ。ありがとう。これで終わりだ。よし、やんのかい。おら、やりにくい。行くぜ行くぜ。これで終わりだ。早く来いや。かかってきな。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。調子でいいの。めーかってらけ。こいつが痛えぞ。これからがいいとこだろうがよ。もらった。はい、やりました。ありがとうよ。お茶にしましょう。ありがとうよ。あっち、思い通りにはいかねえな。あっち、きっちりな。ほらよ。ありがとう。ほら、さあ、
ぜ。任せたいか。ゆって。ほら来いよ。楽しいな。こいつら痛えぞ。ドラ。俺の番。ほら。よし戻った。行くって調子がいいぜ。ほら私の出番だ。ほらちょっとかかってくる。後ろでな。早く来いや。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとう。よし。はっ。いや。うっちょうしいな。ダメだわ。ミスったらごはい。ありがとうよ。次は俺だ。うっちょうしいな。これで終わりだ。吸収が早いのよね。一杯や。俺もまだ分かる。ヤマイ、改めて頼む。俺らに手貸してくれ。ガを通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む、ヤマイ。ってことだ。わかりやすさ、下の者にも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が病が話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどな。お前がそれを言うのかよ。ったく、あんた春日一番つったね。おばちゃん。ああ、何です？答えな。あんたは春日一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまで辛かしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだトミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな、それがマナってもんだ。負ける。
なあ。そうかい。お。え？なあ。虹は
おい。ごめん。げっ。ん？え？なあ、おばちゃん、どこまで行くんだい？すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれよ。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。え？おう。今世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。初めましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いてくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番な。
よろしくな、ランニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたが茜さんですね。ええ、改めまして岸田茜と言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう、本当に嬉しい。いや、そんな、なんか照れるな。でも茜さん、茜さんのままでいいですか。もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。丘に上がっちまった以上いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあヤニ、日本ってとこに行ったことはあるかい。うん。そっか、なら茜さんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど飯はうまいぜ。行けば茜が安心できる。ああ、茜さんも安心できるし、何ももう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。うん、じゃあ行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん、私もキヨさんももう隠れ続けるのが厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。私だよ。おっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。ちとせ、どうかしたか。あ、いや別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出のめどがつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったくらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。
ああ、あの、茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ、ラニ、見せてあげて。え、大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うから、なんか特別感あったんだよな。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず私がラニと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで。施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい。私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙。手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあ様のものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、茜さん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後、パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。え、正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し、代表の証としてこの紋章を託す。ああ、ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。その時のプライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから
私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのにブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると銃を取り出して何に向けたの。私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて、本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ、あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは。筆跡の偽造屋なんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね。当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物で、ブライスが持ってるのはおそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かった。でもなんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。
大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうよりおやさんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強え人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。あの時と同じ。そうかもしれない。懲りない人間なのね私。いえ、昔親さんが言ってました。こいつとなら初代持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね。すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。もちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ鉄。大丈夫です。一っ子一人いません。サージ、こっちもオーケーです。親父、よし降りろ。俺らもすぐ離れる。オンに切る。病、極道門がその年で親孝行できるなんてよ。お前はついてる。ああ、専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな。さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ。よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え、我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。なっちょっと花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。え、何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。
スマホ返してもらえますか。千歳さん。お、ちーちゃん。この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんね、みんな。私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。千歳さんはこの間会ったばかりの人らしい。何すんだい。この人の足はちゃんと動く。車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね。荒川雅人っていう。思い入れの強い人だったんでしょ。その人との思い出につけ入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ。それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いやそんなことは。俺振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなく。エイちゃん。よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど。どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名、そりゃ清流会の海老名のことか。そうそう。お前は誰だ。ドワイト。全部バレた。この場所も茜さんとラニがここにいることも。残念だよ富士宮千歳、お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ、すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ラニ、アカネさん、ラニ。行くぜ。よーし。レッツゴー。よっ、はい。俺の番だ。レッツゴー。
待ってました。爆発だ。よし、よし、オーバーマッソル。ファーウェル。No way! Cut over muscle! What? みんな大丈夫か？気を失っちゃいるが大丈夫だ。こっちはダメだった。花輪さんもボンもやられちまった。死んでる。なんてこった。そんな。花に連れてかれちまってすみません。全部俺のせいです。